愛、地球博記念公園は愛知県長久手市にある愛知県営の都市公園。愛称は森コロパーク。愛知青少年公園の敷地を利用して開催された2005年日本国際博覧会長久手会場の跡地に開設された公園である。愛、地球博記念公園は愛知県長久手市の東部に位置し敷地面積約190ヘクタールの広大な 面積を有する都市公園。この公園は、一般県営公園、児童構成施設の愛知青少年公園の敷地を利用して2005年に開催された愛・地球博長学手会場の跡地に整備され2006年7月15日に開園した。愛・地球博記念公園の基本方針は、博覧会の理念と成果を継承する青少年公園の歴史を生かした。 新しいニーズに対応した多様な自然環境を育む都市公園。整備、活用の方針として、新しい公園は健康で精神的な豊かさと楽しさに満ち、県民と共に成長、進化し続ける21世紀型の公園、サスティナブルパークを目指す。と愛知県の制作上位置づけられている。この公園の正式名称である愛、 地球博記念公園と愛称である森コロパークは2006年1月に一般公募により決定された。2017年6月には愛知県とスタジオジブリが敷地内にジブリパークを建設し、2022年度に開業を目指すことで合意したと発表された。園内風景撮機と名の家合。 地球博記念公園性問題地球博記念公園石碑総合案内所具体的には万博で使用された施設のうち下記の施設が継続利用されているうちは現在の施設名称また愛知青少年公園時代にあった設備で会期中は整地され別のパビリオンが建っていたキャンプ場休憩場も再度整備された公園の所有と整備 管理は引き続き、愛知県が行うが、公園の種別が、一般県営公園から都市計画公園に変更されたことから、総合的な整備と管理を愛知県都市整備協会が受け負い、公園内の施設の一部の管理を、かつての公園整備、管理受け負い者である愛知公園協会が行っている。愛知万博の施設長く手会場を参照のこと。 1970年11月に明治100年を記念し、青少年の健全育成と勤労青少年の総合レクリエーションための総合施設、公園、児童構成施設として、愛知青少年公園が開設された。総面積は約200万平方メートル。温水プールアイススケート場、キャンプ場、サイクリング場、愛知県児童総合センター、愛知国際児童年記念館。 ベビーゴルフ場、文化施設、宿泊研修施設、野球場などが敷地内に設けられていた。1979年8月には国際児童年集中記念行事、世界と日本の子供展が開催され、当時の皇太子夫妻や大平正義総理大臣も来賓として訪れている。また、1993年までは日本万国博覧会に出展された。 手塚治むプロデュースのパビリオン、富士パンロボット館が移設されて置かれていた。そのロボットは、ロボット館が老朽化により解体された際に、同じ公園内の愛知県児童総合センターに移設、展示され、愛知万博の際は、同施設で展開されたパビリオンワン・パクタカラ島、ロボットステーションで、同時展示された。万博閉幕後に再開された、同施設でも、 展示は続けられている。公園までの交通機関として、名鉄バスのバスターミナルが設けられ、名古屋市営地下鉄東山線の藤ヶ丘駅前や、名鉄瀬戸線の尾張瀬戸駅前や、菱野団地方面とを結ぶバスが運行されていた。尾張瀬戸駅前や菱野団地方面からの乗客を、下ろすバス停は閉園まで、現在の、 愛知県立大学長学的キャンパス難問前の地下道の入り口前に設けられていたが、バスターミナルの方は1998年4月に愛知県立大学が現在地に移転したのを機に大学の正門前に移転。その後閉園まではかつてのバスターミナル前の歩道にバス停が設けられていた。2005年3月の愛知高速交通等部給料線の開業を機に、 富士丘岡駅企業のバス路線は廃止され、尾張瀬戸駅前や菱野団地方面を結ぶバスも、と、休日に数本が運転されるのみになっている。バスターミナル跡地は現在愛知高速、交通等部給料線の利用者向けのパークライド用駐車場の敷地の一部となっている。また、愛知県立大学南門前から愛知県道209号愛、 地球博記念公園瀬戸線をまたぐように伸びる地下道はこのバスターミナルから藤川会企業や名鉄バス名古屋営業所へ改装する車両の誘導路として設けられたものの名残である。2000年9月に2005年日本国際博覧会の主会場が瀬戸会場から本公園へ変更され、その工事を開始するために2002年3月31日をもって閉園となり、 2002年4月1日より2005年日本国際博覧会協会へ公園管理を移管。一部の施設は万博のパビリオンに活用するため、改装、改築工事が実施され、もしくは取り壊されて、敷地が万博施設の建設地に流用されるなどした。管理棟、研修宿泊棟などは取り壊され、入場ゲートやパビリオンなどの用地に活用された。 万博会期中は、温水プールアイススケート場は、グローバルハウスとして、愛知国際児童年記念館は、地球市民村センターハウスとして、愛知県児童総合センターは、ワン・パクタカラ島、ロボットステーション2、休憩場の照明は、グローバルコモン3の照明としてそれぞれ活用された。また、園内の、恋の池は、夜間イベントの会場として、給水塔は、 雲の柄に塗り替えられた上で万博の給水設備として利用された。毎年開幕、閉幕周年事業として、イベント、観覧車のライトアップなどを行うこととなっている。毎年12月に、本公園内をコースとして、愛知万博メモリアル、愛知県市町村対公益電競争大会が実施される。森コロパークパンフレット中面、愛知県、 2016年10月9日閲覧。ABC、愛知県終わり建設事務所講演事業のページ。愛知県。愛知県。2016年10月9日閲覧。ABC、愛、地球博記念講演基本計画。愛知県。2016年10月9日閲覧。V 会場整備基本計画。愛知県。2016年10月9日閲覧。 リニモ沿線の地域づくりに向けた最近の取り組み状況愛知県の取り組み状況愛知県2016年10月9日閲覧 ABI 地球博記念公園愛知県2016年10月9日閲覧冊子愛知の都市公園ハット AB 新しい公園の名前を募集します愛知県2016年10月9日閲覧 2018年4月25日、中日新聞長官一面、ジブリパークが愛知に開設へ、トトロのふるさと村など、複数予定。愛知万博の跡地に2020年代はじめ、ハフポスト。2017年6月13日閲覧。愛、地球博記念公園基本計画概要版。愛知県。2016年10月10日閲覧。さつきとめいの言愛。合い。 地球博記念公園愛知県都市整備協会2016年10月10日閲覧記録映像検索テレビ番組あなたのチャンネル世界と日本の子供店愛知青少年公園マイナス記録映画保存センター2017年3月5日閲覧愛地球博記念公園ができるまで愛知県都市整備協会2016年10月10日閲覧 長久手市の入り替池交差点より、西は愛知県道60号名古屋長久手線、同交差点より、東は愛知県道6号、力石名古屋線。アクセス、駐車場愛、地球博記念公園。愛、地球博記念公園。2016年11月5日閲覧。ありがとうございます。